住宅、コミュニティ、地方自治省は、イギリスの行政機関の一つで、地域社会や地方自治に関する行政を担う。トニー・ブレア政権下で行われた、内閣改造に伴い、副首相府を改組して2006年5月に設置された。2001年7月、当時の副首相、ジョン・プレスコットを長として、内閣府内に副首相府が設置された。2002年5月、 福祉省府は廃止された運輸、地方自治、地域省から地方自治行政を移管され独立した行政機関となった。その後、福祉省府は一部でほぼ存在価値がないなどと批判されたり、以前より環境監査委員会が同府に対して否定的な見方をする報告をまとめていた。こうして2006年5月5日の第三次ブレア内閣の内閣改造をもって、 現行の証明に解消され、ルース・ケリーが初代コミュニティ、地方自治大臣に就任した。一部からは看板の付け替えに過ぎないという批判もある。2018年1月9日には、テリーザ名声権により、住宅、コミュニティ、地方自治省に証明を変更した。ありがとうございます。